あのまあ天候の影響で2日間順延になりましたけども、まあ、ようやく出航できますので、無事に、調査完了していきたいなと思います。前回の調査と今回、まあ、どういった違いというか、それどういった、はい、あのまあ、調査の方法はほぼ一緒なんですけども、まあ、丸1年、経っていますので、昨年の状況と今年の状況とどのような違いがあるのかということが確認できるかなというふうに思っています。ただまた今回はドローンでの調査も予定していますので、より島の状況が確認できるんじゃないかなということを期待しています。はい、あの石垣市の行政区域の尖閣諸島なんですけれども、海洋基本計画、石垣市の海洋基本計画に定めてあるように、そこの周辺海域、また尖閣諸島、陸上も含めてですね、有効に利活用していこうというふうに考えてますので、まあ、そのための基礎的なデータを集めていきたいというふうに思います。それは全く考えていません。あの自衛機の乗船区域でありますし、日本の領土、領海ですので、自国のエリアを調査するということに関しては何の問題もないと思っています。本線です。で、1、2、3が海上保安庁が、守られてます。で、4番海警局です。そして6番海警局です。また海警局と本線の間に移籍つつ、海上保安庁の巡視船がついてます。今海上保安庁の巡視船が5隻で、中国海警局は2隻の状態です。さらに今領海内にすでに中国海警が2隻入っているということが無線からわかります。ただいまの時刻、朝6時、右が海保、左が中国海警となってます。日本海上保安庁巡視船、こちらは中国海警船隊である。気仙の主張は受け入れられない。鶴岩島およびその付属島々は古来から中国の国領土である。その周辺12海里は中国の領海である。気仙は我が国の領海に侵入した。直ちに退去してください。中国海警編隊、こちらは日本国海上保安庁巡視船 PL-74 である。尖閣諸島は日本の領土である。気仙の主張は受け入れられない。中国海警編隊、这里是日本国海上保安庁巡逻船 PL-74。 尖閣諸島是日本国的领土，我们不能接受你装所体主张。 out。
魚釣島、地図で見たら小さいですけども、そばで見ると本当に大きな島ですね。これしっかりと守らないといけないなというふうに思います。こちらは日本国海上保安庁巡視船 PLK0 である尖閣諸島は日本の領土である。汽船の主張は受け入れられない。ジョンゴン配信弁当へ、ジュリー州リューベンゴーは医者回っていた春老長 PLG に、ジュエンガ州の州リューベンゴーダリンチュー、オーファン分の税賞日常総提示じゃん。日本海上保安庁巡視船、こちらは中国海警編隊。汽船の主張は受け入れられない。
中国島およびその附属港間島は古来から中国の海洋領土である。その周辺上に帰るは中国の領海である。今朝は我が国の領海に侵入したら直ちに退去してください。アウト。2泊3日の日程でしたが、無事、調査も完了することができまして、怪我なく事故なく終えられて大変ありがとうございました。今回の調査2回目ですけども、今後とも石垣市の行政区域として、また海洋基本計画に基づいて、全国諸島をしっかりと管理、活用できるように、調査を続けてまいりたいというふうに思っています。今日の結果についてもですね、行政側の仕事を出していきますけども、ぜひ議員の皆さんもそれぞれ見た感想と、またいろいろ市政運営にですね、活かせるものをどんどん発信していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、今回、昨年に引き続き2回目の調査という形だったんですけども、事故もなく無事調査できて大変良かったというふうに思っています。海警局の船も来てはいましたけども、海上保安部の皆さんがしっかりとガードしてもらいましたので、私どもとしては安全に安心してしっかりと調査できたというふうに思っています。今回の調査の内容を教えてください。はい、今回の調査は去年に引き続きなんですけども、センサーついた部位を投入したりとかしてですね、水温ですとか M 濃度ですとか、また水深とかそういったものを調査させてもらいましたし、今回はドローンを使って、空撮ですけども、陸上部の撮影等も行いました。まだ調査の分析は後だと思うんですけれども、目視でご覧になられて、大釣り島のヤギの出害の影響だったりとか、そのあたりご感じになられましたね。島の南側になるんですけども、昨年から比べても、率直な感想でいうと、緑が少なくなったかなというような感じしてます。で、その後双眼鏡等で見たんですけども、緑のなくなった場所の土砂がもう流出して、もう岩肌になっているというような状況も確認取れましたので、もう岩の状況からはなかなかもうそういった緑が復活するというのは難しいのかなというふうに思いましたので、あれがヤギの食害かどうか確認は取れてませんけども、もしそうであればヤギの駆除とかですね、捕獲というのは早急に取り組まないといけないかなと。2回目の石垣市の海洋調査、無事に、終わることができてほっとしております。このような調査が、継続的に行われることで、やはり日本の領土である石垣市の一部であるということが、国民の皆様に理解していただいて、そしてより多くの声の支援で、このしっかりと領土領海、そして地元の人々の漁場を守るとともに、やはり大事な日本人、全ての日本人にとって極めて大事なこの海洋環境を守れることにつながると思います。実際ご覧になって、昨年ももちろん丸1年経ってからでしたけど、市長もおっしゃってましたが、どのような変化ですとか感じたことありますか？はい、特にですね、魚釣島の東斜面の崩落がですね、極めて激しく進んでしまっているということが、これドローンの調査によって分かりました。今回ドローンですね、海岸線ギリギリまで飛ぶことができまして、しっかりと映像を撮ってきたんですが、もうすでに山肌ほとんど剥げてしまっていまして、崩落がかなり進んでいるという状態になっています。また西側の海岸線はもう漂着ごみがたくさん、そして漂流ごみもたくさんありまして、やはり海洋環境を考えますと、早く島に上陸しての正確な調査というのが望まれるところだと思います。警備の方はですね、かなり早い段階から海上保安庁、中国船の動向をコントロールしてありまして、全く寄せつけること、近づいてくることさえできない、状況になってました。しっかりと島の周りは海上保安庁によって守られておりまして、今回しっかりと時間をとってドローン、飛ばすことができましたので、結果的に非常に素晴らしい成果は上げられたと思います。やはり海上保安庁の方々に、
したいと思います。かなり近くまで、海上保安庁の話は3キロぐらいの距離からということだったんですけど、はい、あの島からの距離はどれくらいで、ドローンですか、はい、ドローンも含めて、1マイル 2.85 キロですね、だいたい1回量まで、1回にちょうど 1.8 キロ弱ですね、約2キロの距離まで近づきました。でドローンはですね、そこから飛ばしまして海岸線ギリギリまで飛ぶことができました。その結果は我々も知るんですか。あの映像を見ていただきますとですね、おそらくもうかなり山肌が、現れてしまっていることと、木々が少なくなったために島が水を蓄える能力がなくなってしまっていまして、非常に乾いた島になってしまった。あの10年前に東京都の調11年前の東京都の調査の時はかなり水がふんだんに見られたんですが、今回はかなり水がなくなって、むしろあの山肌が、見れてしまって見られてしまいまして、かなり崩落がもう水を蓄えることができなくてどんどん崩落してしまっているんだと思えられます。その辺もですね、しっかりとできれば上陸しての地質の調査等も進めていけたらなと願っています。おはようございます。今回の調査につきましてコメントを発表させていただきます。今回の調査は本市が策定いたしました石垣市海洋基本計画の実行の一環として、また SDGs 未来都市であります本市の SDGs の取り組みの一環として、昨年に引き続き石垣市周辺海域の維持保全および利活用につなげるための漁営の調査や海洋調査、また周辺海域や魚釣島の景観調査を実施しまして、当該海域の水質や漂流ごみの実態、また魚釣島ではヤギの食害等を把握することを目的として調査を実施いたしました。調査を行うにあたってはその業務を東海大学さんに委託をし、民間の多目的作業船にて実施をしております。今回は市職員以外に石垣市市議会議員とマスコミの皆さんにも同行していただき、調査業務の状況とともに本市の行政区域の海域や魚釣島の状況を視察をしていただきました。水温などの海洋調査につきましては今後大学において分析や解析を行っていただきますが、前回同様尖閣諸島周辺の海域を視察しているとプラスチック製と思われる漂流物がいくつも確認することができました。また今回は魚釣島を初めてドローンで撮影することができ、島の植生や崖崩れの状況、また海洋漂着ごみを確認することができ、貴重な情報を得ることができました。また魚釣島においては前回の調査で目視で確認したときよりも緑がさらに少なくなっているように感じました。ヤギの食害が進んでいるものと推測されますので、これも以前から申し上げておりますが早急な対応が必要であるということを再認識いたしました。なお戦時中の台湾への疎開の際に米軍機の攻撃を受けた尖閣列島戦時遭難事件の犠牲になられた皆様の御霊を慰めるために魚釣島に接近した際に乗船した市議会議員や職員らで献花をし手を合わさせていただきました。今回の調査で得られたデータや知見をこれまでのデータや資料と重ね合わせながら今後の海洋環境の保全や漁業を含めた利活用に役立っていきたいというふうに考えております。はい、今回の調査、前回に、昨年に引き続きまして2回目、の調査であります。あくまでも環境、海洋環境を中心に島の現状、環境というテーマで、調査を、させていただきました。またこの、魚群探知機を常時活動しまして周辺海域どのような状況で魚群がいるのかということも確認させていただきました。これは将来的に渡りまして漁場の保全ということに向けた基礎資料になろうかと思います。 SDGs14 海の豊かさを守ろうというテーマに基づきましてこの環境を踏ました調査を行うことができました。特にですね、ドローンの映像、海岸線ギリギリまで、上空を飛ぶことができました。特に南東側、東斜面、
を中心に今回は風の状況、波の状況もありまして東斜面を中心に撮りました。崩落が極めて激しく、むしろもう島が末期症状になっている。これはですね、緑、木がですね、木の芽、草が、おそらくヤギの食害と言われているものを中心に、減ってしまったために、山が水をためる能力を失ってしまっている。そのために崩落が一層進んでいるということで、昨年行きました以上に今年はもう1年でこんなにも変わっていくのかというような、見た目での、印象を受けました。それを今回は、映像が撮れた、しっかりと撮れたことも一つの、成果であると思います。また西側海岸、漂着ごみの多さ、これも記録することができましたので、やはりごみの問題で、今回また漂流ごみも例年より倍以上の漂流ごみが確認されております。海洋環境、一つ、危機的な状況になり始めている兆候であると、考えます。合わせまして、やはり本来、島に、しっかりと、島に上陸しまして、海洋環境、そして島の環境の調査というのが、急がれると思います。急ぎませんと、島が動植物が、繁栄できない、今後も生態系を維持できない島になり、始めている兆候はもう示していると思います。早めに手を打つ必要があろうかと思います。今回皆様のご協力、そして何よりも海上保安庁のご協力をいただきまして、しっかりと調査をすることができたかと思います。また印象としましては、中国海警局、今回は全くと言っていいほど視界にすら入ることが少ない、状況にありまして、海上保安庁が、しっかりと我々の調査を支援していただけたと。また合わせた形で、漁業者の方々も出場していたんですが、そちらの方も、滞りなく漁業ができたということで、海上保安庁の島を守る体制というのが、しっかりと確立されている、状況であると、考えます。前回続いて今回も主張続行されましたけど、どの意義とか狙いとか改めて、はい、当初の目的でもお話しさせていただいておりますけれども、石垣市は海洋基本計画で、尖閣諸島周辺も含めてですね、石垣市周辺海域を利活用するという話に、をしております。今回の調査につきましても、かねてから豊かな漁場であるというふうなことは言われてましたけれども、それを科学的に調査して、それを裏付ける資料等を集めたことによってですね、今後漁業資源を生かすこと、そこで利用するということ、経済活動をすると、また合わせてそれ以外の活用方法等についてもですね、今後検討していきたいというふうに思っておりますので、その意味で今回の調査は大変、2回目になりますけれども、重要な調査だったというふうに思っています。市長自身が行く理由、当然職員が行ってもいますけれども、私自身が直接見ることによってですね、今後の政策に反映させる、よりリアルな情報を自分の目で確かめたいということで行かせていただきました。地震市の行政区域であるということをアピールして発信したいという思いは？いや、ないです。これについては以前も申し上げましたけれども、尖閣諸島は日本の領土であってですね、周辺海域を含めて領土領海であるという、これはもう紛れもない事実ですので、今回の調査をもって尖閣諸島の施政権というかですね、行政権を主張するためにやってるわけではなくてですね、もともと石垣市の行政区域であるところをさらに利活用するために調査をするということです。もう一点ですか。先ほども中国海警局の話に出ましたけれども、前回と先ほど試験室が入らなかったということだったんですけど、前回とやっぱりちょっと違いがありました。海保の皆さんがしっかりとガードしていただいたというふうに思ってまして、以前よりも前回よりもですね、距離が相当離れたところで、ブロックされてたように感じました。島の東側 の崩落が激しいということだったんですけれども、で上陸処置の必要性ということもおっしゃっていたと思うんですが、できるだけ早い時期というのは具体的にそのいつ頃というような、目安が今のところあるのかということと、またその、今市長案が明らかな国の領域領土であるということをおっしゃいましたけれども、その
ここの保全ということは国にも責任があると思うんですが、そのあたりどのような関与を求められますでしょうか。まあ、上陸しての調査等はもうかねてからお願いしてありましたので、まあ、国の許可さえ出ればもういつでもできるだけ早い時期に行きたいというふうに思っています。で、今後の調査等についてもですね、やはり学術的な専門的な知識も必要だというふうに思いますので、また他大学さん含めです、関係機関と連携していきたいというふうに思っています。あともう一点何でしたっけ。上陸して捕獲とか補助になるんでしょう。どのようなその保全に向けた、まず一つはヤギの食害についてはもう明らかに事案として出てますので、ヤギの捕獲等についてもこれは、以前石原都知事の時代にですね、話しさせていたときに、小笠原諸島で、世界自然遺産に登録する際にヤギの駆除を行った実例があるからというお話を聞いてましたので、そういった前例も踏まえながらやっていきたいというふうに思います。また海洋漂着ごみについてもですね、だいぶ堆積してますので、そういったものの除去とかですね、生態系に影響がないような形で処理できればというふうに思っています。研究サイトとしてはできましたら季節要因を考えまして、今冬の時期にやりましたら、もっとも風向きも変わってきますので、今度はできれば夏の今北西風が中心に吹いてますので、東海岸となりますと、夏の間むしろ南西、南東の風が吹いている時期に西海岸を調査したいという希望があります。季節要因を合わせた形で正確なデータが把握できるかと思います。より大きな海底でより詳しく調べていくような点が多いですか。先ほど申し上げてますけども、上陸調査もしたいんですが、上陸については国有地になってますので、国の許可を得ないといけないと思ってます。ただ前回も今回もそうですけども、調査に関しては海上保安庁の皆さんの協力というのはしっかりといただいているというふうに認識しておりますので、今後政府の方に対してもですね、上陸調査を含めて国も一緒に参加していただくようなお願いというのはさせていただきたいというふうに思います。排他的経済水域内、また領海内についてもですね、無害通行権の状況であるならばですね、それはもう国際法上にのっとって、できるものだと思ってますけれども、ただビデオの方でも見ていただいたようにですね、それが無害通行権の範囲内で行われている以上の状況だというふうに思っていますので、それに対しては国として毅然に対応していただきたいというふうに思っています。で、私どもとしましても、中国側がそういう強硬な姿勢に来ることに対してはですね、国がしっかりと守っていただきたいというふうに思ってますし、それが改善されないとなかなか漁業者の皆さんも安心しているように行ける状況にはならないと思ってますので、その対応をぜひお願いしたらと思っています。他に先ほどヤギの食害、やっぱ見た目でもなんか全然違ってるという話ですね。本当にもう変わってる、見た感じでも変わってるという印象ですか。実際にまだヤギを、全部また画像分析しないといけないんですが、ヤギが映っているかどうか確認しないといけないんですが、ただ去年行った時よりも明らかに山肌というか岩肌が見えててですね、で緑がなくなった場所についてはおそらく土砂がもう全部出てしまったと思われますけども、流れてしまったと思いますけども、完全にもう岩の状態になってますので、そこからはなかなか緑を復活するの難しいのかなと思ってまして、それの下の方にはもう岩とか小石のようなものがですね、崩れ落ちた状況というのが確認取れてますので、そういったものが続くと、今後さらに、全部緑がなくなった状況になりますので、生態系には相当な影響があるかなと思っています。現地から船からはやっぱヤギは見えない。はい、やっぱ中に上陸して見ないとわからないものですか。おそらく、今ヤギもですね、食べ尽くすだけ食べ尽くしてしまっているので、生態数はピークの時期は
おそらく1000頭ぐらいいただろうと言われてますが、今500、300から500ぐらいではないのかと言われてます。でまたあのヤギ臆病であるのとあのかなり中に入ってしまっているので衛星でもなかなか掴みきれない、というところで、また違う方法、赤外線等を使ったあの、調査というのも必要になってこようかと思います。であの崩落に関しましてはあの今比較的雨の多いはずの時期であるにもかかわらず山肌が乾ききってるんですね。おそらく降った雨が以前は草や木で蓄えられていて、あの私、11年前の東京都の調査も参加しているんですが、水の流れというのはかなり確認できたんですが、今回はほぼ確認できないような状況になっています。あの島に水が蓄えられない状況に近づいてきているということは、このまま行くと島が死んでしまって陸も改めて活用することすら難しくなってしまう可能性があると思います。またあの貴重な動植物のあのおそらくこの時期まだ本来である紫の花がですね少し見えててもおかしくない時期だと思うんですが、尖閣ツツジは、ま、全く花を咲かせたというようなあの傾向も見られないということになると、やはり貴重な動植物早めに調査して守るべきところは守っていかなければいけないんだと思います。では、以上をつきまして石垣市周辺海域全体調査の記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。